エドワルトロシュマン、エドワルトロシュマン、または、エドワルドロシュマンは、ナチス親衛隊隊員で、現在のラトビア共和国リガ近郊に存在した、カイザーバルト強制収容者の歴代所長の一人、リガゲットの副司令官、ドイツ系ユダヤ人を迫害したことで、リガの屠殺人と呼ばれた。1908年11月25日、オーストリアのグラーツにて生まれる。戦前は、リキュール大理商そして、 シュタイヤ・マルクのビール醸造、スピリッツ上流工場で働いていた。そして、その傍らオーストリアのナチス投資部にて活動していた。1938年、オーストリアがドイツに併合されると、ナチス親衛隊に入隊し、退位となった。第二次世界大戦中、1940年代にかけて、リガゲットを副司令官、カイザーバルト強制収容所所長として、 ユダヤ人を大量に虐殺した。ロシマンは多くの老若男女を問わず次々と殺害していたと報告されている。また犠牲者たちの服、毛髪、破綻は現金資産として扱われた。収容された人々は1日18時間の労働を強いられ、彼らの多くは飢えと寒さに苦しんだと言われる。ロシマンは処刑される囚人たちを一箇所に集めては彼らの服を奪い取っていた。 また、品種の囚人たちに犬を消しかけ、囚人たちが犬に食い殺される様を見るのが何よりの楽しみであったという。結果的に彼の手により約3万5千名が死亡したと言われる。戦後、ドイツ国防軍五長の制服を着ることにより、連合軍からの追及を逃れることに成功し、グラアーツの家族の元に戻るが、1947年12月31日、 ネオナチ組織に所属した角でオーストリア警察当局に逮捕される。このことを知ったナチハンターサイモン・ウィーゼンタールからの通報により連合軍から身柄引き渡し要求が出され彼はイギリス軍の手により護送されるがその際監視の目をかいくぐり逃亡した。その後ナチス逃亡協力者組織の手を借りてオーストリア国内にしばらく潜伏しイタリアのローマ経由で アルゼンチンへと渡った。アルゼンチンに到着したロシュマンは、ナチス逃亡協力者組織の手により、ビジャデマヨに落ち着き、名前をフレデリック・ウェーゲナーに変えて、旅行代理店で働き、その後家具製作所の共同経営者となった。1955年、秘書と結婚するが、このことがグラーツにいる妻の耳に入り、1959年、重婚罪の容疑で追われる身となった。 1960年、西ドイツ政府により、リガでの虐殺行為に対し逮捕状が出されたが、アルゼンチン政府の政権が1960年代から1970年代にかけて、クーデターによりコロコロ変わったため難を逃れた。1977年7月1日、ホルヘラ・ファエル・ビデラ政権下のアルゼンチン警察に逮捕されるが、4日後に国外退去を条件に釈放される。その後、 西ドイツ政府に引き渡しを要求されたロシュマンは、犯罪人引き渡し条約のないパラグアイのアスンシオニエと逃亡を試みるが、8月10日にアルゼンチンとパラグアイの間の戦場で心臓発作を起こし死亡した69歳ボーツ。ありがとうございます。